山本和成です。ヒューマンビートボックスをしながら会社を経営しています。今は、自分も講師として子どもたちとか大人の方々にレッスンをさせていただいてます。あとは基本でも家で最近はずっと論文読んでビートボックスの研究をしてます。僕の中では研究がメインなんですよ。面白いんですよ。海外のビートボックスの論文があるんですけど、内視鏡を入れて写真撮影したような実験をしてその結果を考察してるっていうのを、それを見ると、あ、この音の時ってここがこう動いてんだっていうのをもうずっと興奮しながら読んで、もともとその結婚に関してはすごく興味があったんですけど、なかなかご縁がなくて、で仕事柄スクールでその子供たちをレッスンしていることが多いんですけど、その家族のコミュニケーションを見てたりすると、ああなんか家族っていいなーって僕の中ではすごく感じるようになって、絶対に一人の人に対して集中すべき時間場所、環境っていうのが、あることで真剣に向き合う、愛について考えるっていうことが僕にとってはすごく人生にとってプラスになるし、一つ挑戦だなと思ったので、基本はめちゃめちゃビビリですね。ビビリだと思います。それを半分隠してる、隠そうとしているっていうところもあると思いますし、自分の弱い部分というか、僕にとってはそれは一つの特徴なので、明るく元気な側面だけっていうのも雑味がなさすぎると思うんで、シンプルにすごく興味が湧きました。まず最初に、なんでこの生い立ちでこういうことを今やってらっしゃるんだろうっていう、喋ってる抑揚、テンポ、そこら辺にすごく性格が現れてるなと思っていて、仕事柄やっぱりもうずっと人の口見てるんで、話したら面白そうだなって思ってました。なんか順当にことが運ぶと面白くないじゃないですか。僕も面白くないんで引っかき回したいですね。ちゃんとストレートに気持ちを相手に伝えつつ、いろいろとなんかやんちゃしたいなと思ってます。結局自分の人生は自分のものだし、これまでの人生もそういう葛藤をしながら、 100% ではないですけど、自分の人生を幸せにしたいっていう思いで生きてきているので、負けられないところは必ず勝っていきたいっていう思いは強くあります。